皆さん、こんにちは、アシェでございます。劉備はいかにして、五胡将軍を迎え、漢中王となったのか、パート5を始めていくよー。前回は長露軍を守るために、劉備軍は曹操軍から城陽を奪った。それにより長露軍は守れるかと思いきや、次は曹操軍が馬頭軍の長安を大軍を用い一瞬で落とし、馬頭軍が一気に危険になった。これにより、劉備軍は馬頭軍を救うため、慌てて殷を攻略。この戦いの中、歴史的重要人物である養父は、西の端、V の所属になってしまった。あるべき歴史に抗おうとする、何かしらの力が働いているのだろうか。混乱が続く歴史の調停者、劉備。彼の戦いは、まだまだ、続いていく。よし、ということで早速進めていこう。ここからは長安を取りに行く。一人縁に入城していた勝者間を1万、1000を武漢に向け出陣させた。趙雲らはこちら領内にいる敵を掃除する動き。純育にこちら増派が捕まってる、取り返しに行かないとだ。お、同艦の兵が3万くらいあったのが5000になってる。おーっと、これは輸送隊の総将2万、5000が武漢に向かってるのか。これはあれだな、総将が武漢に入った時あたりに、艦は取り付けそうだから、敵兵が集まった武漢を落とすという、そういう言い流れが来るかもしれない。そうなれば馬頭軍の危機がだいぶ緩和されるぞ。そして、パルティアへの攻撃をしておこうと思った。炎上用はしばらく持っておく必要がありそうなので、攻撃、少なくとも1回はできそうだ。特殊持ちを優先して有効度を稼ぎに行こう。やるとしましょう。続き。ここで勝者関羽にティアガールをつけた。よしよし、ここの曹操軍は逃がさずに済んだようだ。ここで冬、10月になった、210年も近い。ここ武漢は、この段階で大衆不在なんだよね。長領含め武将が何か仕事してていない状態。なので、武漢から敵が出てくることはない。あ、趙雲対純育の一騎打ち。ちょっと、趙雲、やり滑らせないでね、頼むよ。相手に取って不足。武力14で受ける王座の際の人。あ、よかった、純育討ち死にはしていないようだ。今後歴史に関係ない気もするけど、何があるかわからないからね。続き。おっと、さっき式ゼロで部隊を散らした長領が出てきた。一短差だったな。3万以上の兵がある武漢から2500しか出していないし、残った武漢の兵2万、8000を消失させることができそうだぞ。おーっと、ここは、漢中から出たであろう長露軍が曹操軍を押し返してるぞ。それにこれは、なぜか異民族の強部隊がここに来てる。これは強が曹操軍の兵端を切ってくれそうじゃないか。なんだ、大丈夫じゃん、こちらは帰ろう。任せろ。続き。よっしゃー、武漢の兵2万、7000ほど残しで制圧できた。それで兵8000ほど、こちらが獲得してる。それでね、ここで長安を攻めるかどうか。長安周り、一時期の曹操軍はすごかったけど。あ、これは魚鱗高乱1万、1000、一部隊ならどこに行っても怖くないやつ。これも含めて、だいぶ長安近辺は弱ってる。これなら馬頭も長路も大丈夫かなと思った。武漢に誘導するようにするくらいで良さそうだ。曹操が長安を取った今の状態で維持すれば、今から1年と4ヶ月後の211年1月が来た時、この馬頭謀殺を実行できる。そして、これの結果なんだけど、これが重要で、どうなるのかというと、馬頭が処断されて、馬長が引き継いで、長安を脱出するんだよね。そして、そこから半年後に、黒塗りの処ってイベントが続く。核や冠水が必要なイベント、馬長が核の罹患の刑で破れるやつ。この結果、長安を再び曹操に奪われて、馬長が天水に逃走して、関水が安定で独立するんだって。V がどうなるのかわからないので、馬長は1年か2年になっちゃう。こうなった時に、養父摘出オペが必要となった場合、これは難しいと思う。その3ターン後にあるイベントがさすらう馬長で、ここで養父が必要になって、結果、馬長軍は滅亡。
馬長は長老に頼るという流れだと思われる。ここで、芝木さんからいくつか教えをいただいてる。一つは、馬頭が処断されて、馬長が長安を取り君主になった時。養父は馬長を嫌悪してるので、在野になるのではないかという話。そして、そこから早々に流れるか、長老に流れるか、という感じの話。もう一つは、馬長が長安を取った後、次のイベントで長安を取り返された時、養父や大井らは早々軍に移るという話。これは断言長の教えだったので、経験した方の教えだと思われる。そういうことにならないと、一連イベント的におかしいと思ってはいたんだけど、イベント結果にそのあたり書いていないのが不安すぎるところ。まあ、とりあえず、馬頭謀殺は起こしてからでも、養父の件は考えることはできる。なので、長安は今の形のまま放置して、ここから甲虫捕獲を考えようと思った。あれ、だけど、甲虫が城兵からいなくなってるぞ。慌てながら、甲虫を探してみた。もしかして近場に移動したのかも。確認すると、甲虫、北兵に移動していた。北兵は城兵の隣、あまり状況は変わっていなかった。まあでも、北兵から城兵を攻める必要がないということは、気分的にはかなり楽になった。そして、甲虫捕獲をどういうルートで進めていくのか。前回、最後に話をしたまずは北海を取るということ。これを実行しようと思う。ここを取ってもイベントには関係がない場所。ここをまず取ってから、そのまま甲虫をすぐに狙うか。馬頭謀殺から関連イベントを消化してからにするか。その時に考えていくつもり。よし、ということで続き。ここは関羽に追撃させず、甲賀に移動させたよ。長領らは退却してるようだ。続き。何？加工園。討ち死にしてるやんけ。マジか。露光で孫権陣を攻めてたのは知ってたけど、もう茶番に出たくないという意志の表れなのか。加工園が必要なイベントは見たところもうないんだよね。帝軍山の戦いとかあるのかなという感じだけどない。そして、ここ甲賀。甲賀に先に到着した諸葛亮らを甲陽に向け出陣させた。老船を使えれば、この距離目じゃない感じ。それで、各都市から甲賀への輸送をどんどんしてるところ。甲虫一人のために、なぜそこまでするのか、甲明も頭を抱えていることだろう。取りかかります。ここ深夜では穴三兄弟にしている。平坦を切り、上に苦しむ敵を、穴に落とし続けるという非常な作戦。先に参ります。あらあ、風刺、演術の配偶者。欲と演術関係で本来すでに亡くなってる方は、どんどんいなくなってしまう。あと1ヶ月で210年。今、歩兵を頑張ってもらってて、あまり動画に出てこない顔料と文集。彼らが本来、関羽に撃たれたとされる年は200年。そこから、ちょうど10年が経とうとしてるところ。彼らも行ってしまいそうだ。歩兵での活躍もそうだけど、いてくれるだけで防衛面で安心できるし、攻略も任せられる存在。露光、曹操軍の兵法に攻められてる、わら。ターン終了、年が変わる。ここまでか。あちゃー、輸送が得意な京都が。あとは、頼む。おーっと、心配の息子じゃないか。父を裏切って行を解除したと言われてる人。炎炭炎症の武将たちがどこまで生きてくれるか。続き。この人は縁の在野、本来は後の武将みたい。投了した後長江に放流予定。おお、ここで使節団がパルティアに到達したようだ。有効度は300上がった。外国の名品の武器が強いから、とりあえずそれが欲しいところ。お、ここで赤ランプ点灯。おおっとこれは、長江に放流した余毛のイベント。あの行為が、こうして一つの歴史を引き起こしたというわけだね。
そして予毛を調べたところ、統率が10ほど上がって、知力が40、政治が30も上がってた。すごくバランスのいい、いつもの予毛になった。賞金も上がってはいたけど、ほんの少し。水軍の武将が死んじゃうと、いずれはレベルが落ちると思われる。今のうちだぞ今のうち。通り過ぎざまに尊敬を助ける。消費だけ陸に上がりそうで危ない。大河なら勝てるからね。あとは頼む。それでね、ここ武漢に曹らが攻めてきてた。武漢は耐久が回復していないので兵を置いてたけど攻められた。眼光の理念に対処させてる。あとはデバフの挑戦と違がある。それと周囲の味方攻撃を上げてくれる群衆を呼んだ。ここは総打周総がここまで進んでる。曹操はまさか攻められると思ってなかったのか。抵抗なし、包囲占領ができそうだ。続き、チアガールが到着して、2連の行軍は1368。あや、深夜で穴作ってた神秘が捕獲されてる。来た来た。大事は人をもって元となすなり。ブラーン。ここ深夜では新手の曹操軍が来ていて、調子に乗っての牛穴掘りをしていたあなた隊は全滅させられたようだ。出陣する。続き、ここは余勢を買って北に向かうため大軍で攻めてる紅葉。あら、肝心の神が足止めを食らってる。この紅葉を奪うのは3回目。ここまでの2回は空白都市だった紅葉を奪取してる。あ、鉄兵をゼロにして落としたようだ。よっしゃー、紅葉を制圧。やったぜ。捕虜は5人、解放しておいた。すまぬ。これ、周総急戦はここまで進んでる。深夜は、もう都市に隣接させて戦ってるところ。ここの大衆は呂布、呂公がこっちから攻めてきて、こちら歩を取ってくれたおかげで、部員を取れば包囲占領ができるという状態。武漢を攻め兵を減らした長安は、今度は東軍に攻められてる。さすがに奪うことはないと思うんだけど、どうなんだろう。よし、ということで、進めていこう。紅葉からはすぐに出陣、火器攻略に向かう。兵站があるから、都市を飛ばして進むはできない。奪った都市には守れるだけの兵を残すということになる。深夜来た、ブラーン。こちらを、どうぞ。これね、寿命延長の名品を確認してる。性能書が深夜で出た記憶があるんだけど、まだ出ていない。官僚や文集、高村さんの誰かにあげたいなーって思ってるところ。あ、そうだ、高中、移動してたりしていないかな、と、ここで確認したらびっくりした。なんと、北平にいないではないか。結構、移動するってことなのか。慌てて高中を探す。すると、なんと、受春にいた。受春ってここなんだよね。もうね、城兵と打って変わって、めちゃ近い。マジか。これは、あれだろうか。ここまで懸命に歴史を守るために、必死に奔走してきた優美に与えられた、天の廃材と、いうことなのだろうか。ということで続きは次回。では、またねー。